ヒメホウヒゲコウモリは、翌種目、ヒナコウモリかホウヒゲコウモリ属に属するコウモリ。2002年3月に、海底、日本の絶滅の恐れのある野生生物レッドデータブック1哺乳類が作成された際には絶滅危惧 i B 類であったが、2007年8月3日に発表されたレッドリストでは、生息情報の増加と、北海道ほぼ全域での分布確認を理由に、 ランク外とされた。分布域や形態の際によって、亜種、または種として、エゾホウヒゲコウモリ、シナノホウヒゲコウモリ、オゼウヒゲコウモリ、フジホヒウジホヒゲコウモリに分けるという説もある。また、それぞれを個体群として一種とする説もある。いずれにしろ、分類学的な再検討が必要とされている。シベリア東部、朝鮮半島北部、サハリン、クナ島、北海道、 本州。腕長33から36ミリメートル、東道町42から51ミリメートル、お長31から40ミリメートル、体重4から7グラムになる。北海道産は本州産より全体的にやや小型になる。黒褐色から焦げ茶色の体毛を持ち、背中の上毛の先端は顕著ではないが、金色の金属光沢を帯びる。皮膜は黒褐色になる。 薄り方髭ウモリとは、お膜の中央を走る、欠陥走行の形で識別できる。山地からは鉱山にかけての自然林に生息するが、北海道などでは、標高の低い場所でも見られる。森林で祭事を行い、樹木の樹皮下や家屋、自然洞窟などをねぐらにする。繁殖期は初夏であり、1314、冬眠すると考えられるが、冬眠する時期や場所は、 よくわかっていない。ありがとうございます。